まだわからないのですか。私はあなたを利用していただけだというのに。やはりまだ動きませんか。来ましたか。くだらねえな。前に見た八千代と柊とかいうものとは別人のようですね。その衣取っていただけませんか。やっぱりお前か。そうだな、名前がないのもめんどくさいから、俺は酒呑童子とでも名乗っておくかな。ほう、酒呑童子とは、これはまた古い名だ。しかも我々鬼の中では禁忌の名だと知ってて言っているのですか。もちろん知ってて使ってるんだよ。で、自己紹介はここまでだ。お前らにこれ以上小早川の周りにいられると、いろいろ困るんだよ。行けよ、鬼ども。戦の前祝いだ。まずはその鬼を血祭りにあげろ。
なぜあなたがここにいるのです。まったく、あなたにはいつも驚かされます。へえ、二人になったら随分強気だな。でも手加減して勝てると思ったら大間違いなんだよ。修羅はまだまだいるんだ。覚悟しろ。随分と数だけは用意したみたいですね。何をするのです。あなたはそんなことをしなくても。辛いのによく頑張りましたね。彼らを楽にしてあげるのも私たち十騎衆の役目です。さあ、あなたは私の後ろにいなさい。残り二人は私が相手をしますよ。鬼って争いを好まないって聞いてました。けど、意外と残酷なんですね。僕には、こんなひどい殺し方なんてできないな。面白い展開ですね。どうするんです？なぜ俺たちにそれを聞くんだ？
へえ、千鬼丸と八千代のことどこで知った？どうします、酒呑童子さん、こういうのはお任せしますよ。あの小僧なら死んだよ。聞き間違いならすみませんね。死んだのですか？殺したの間違いでは？なるほど、そういう言い方でもいいか。ああ、俺が殺したんだよ。そうそうそうでした。あのガキ、いろいろと嗅ぎ回ってたから殺しちゃったんですよね。まだやる気なんですか？いいですよ、こっちもまだ修羅は山ほどいますから。ああ、そうそう。こいつらを全滅させても無駄ですからね。吉川広家も、小早川秀明も、徳川方に作って約束してくれましたし。これからもっとたくさんの修羅が生まれる予定ですから。修羅を生み出す？近々、派手な祭りがあるはずです。その時を楽しみにしててください。しっかりしなさい。役に立てると思っているなんておめでたいですね。どうしたというのですか？なぜ私があなたの頼みを聞かなければならないのですか？共に来ても邪魔なだけです。まだわからないのですか？私はあなたを利用していただけだというのに。うん、なるほど、そういうことですか。悪趣味にも程がありますね。
こんなものをつけられて、さぞかし苦しい思いをしたのでしょうね。あの時、私がもっと早くに駆けつけていれば、あなたがおかしな妄想にとらわれることがなかったというのに。いえ、あの時気づいてあげられていれば。これは例のはぐれ鬼が使っている糸です。まったく姑息な真似をする。悪夢を見たり、幻聴が聞こえることはありませんでしたか？それは、この黒糸の力によるものです。この糸を体につけることで、幻聴を聞かせられていたのでしょう。死者の髪から作られたこの黒髪には、怨念が込められており、猜疑心などの、負の感情を増幅させる作用がありますから。とりあえず場所を移しましょう。ここにいて誰かに聞かれでもしたらまずいですからね。